洗濯物。小山さんが住んでいる地域は古いアパートが多くて、近くの工場やその下請けで働いている人が住んでいたり、格安の母子専用アパートがあったりする。建物の間は密集していて、玄関を出ると、向かいのアパートの窓が、 目と鼻の先に見えるような状態。その日も窓際で売れる洗濯物を見ながら出勤した。昨日もあの洗濯物あったな。天気がいいんだから外に干せばいいのに。そんなことを考えつつ出勤した。深夜に帰ってきて、 ふと、気になって向かいのアパートの窓を見た。すると、洗濯物はまだ揺れている。部屋の明かりはついていないのに、その白いシャツはまだブラブラと揺れていた。揺れている室内なのに窓は開いていないのに。 不審に思ってよくよく見てみた。その小山さんの目がシャツの正体を捉えた瞬間に腰を抜かしてしまった。窓辺に揺れるシャツ。それは窓のトイに縛り付けられた子供だった。小山さんが通報してから数日後、 慌ただしい日々を経て、その部屋は空き室になっている。だが今も時々、白いシャツが揺れている錯覚を見るのだという。